はい、どうも、クワでございます。本日はですね、ソロキャン、ソロのキャンプ、一人でのキャンプに来ております。前回は準備編、そして火起こし編という感じだったんですけども、今回は料理編ということで、今回料理するのはこちらです。超特大パエリアでございます。かなりでっかい、顔より大きいぐらいなんで、かなりサイズはあって、これはね、肉のハナマサで買いました。多分スペイン語が書いてあって、We need inside to make real パエリア。このインサイドの中に入っているものだけでパエリア、美味しいパエリア、本当のパエリアが作れるよって書いてあります。で、4人分で、オリーブオイル、ライス、そしてなんかパエリアの素みたいなのが入ってますね。このでっかい鍋もついてきて、お値段なんと780円。肉のハナマサでそのぐらいでした。ぜひね、ちょっと気になった方は買ってみてください。これの鍋でね、どんどん大きい料理も作っていけたらなと思ってます。では早速料理していきましょう。パエリアキットなんですけども、中にこういうセットみたいのが入っていて、あとはこのフライパンというか鍋だけですね。はい、というわけでパエリアセット、中にはこの具のやつとお米と、オリーブオイルがこういう風に入ってます。まあ、とりあえずこのオリーブオイル、お米、パエリアキットと水を入れると完成みたいですね。まあ、それはちょっとうまくやっていきましょう。とりあえずですね、今火がいい感じになってきたので料理を始めようっていう気持ちでいっぱいなんですけども、お疲れ様でしたということで、お酒を開けたいと思います。本日のお酒っていうシリーズにしていこうかなと思ってて、本日のお酒です。本日のお酒はデレン・ミルバ愛のスコールラフランスサワー、数量限定発売、札幌×デイリーですね。多分美味しいと思うんで、とりあえず乾杯しましょう。とりあえずね、まあ一日お疲れ様でしたということで乾杯。うん、なんか多分あれだよね、白いスコールみたいな、サワーみたいなさ、のと多分お酒を、ラフランスの酒を割ってるんですけど、なかなかね美味しいです。ちょっと甘いの苦手な人は苦手かもしれないけど、ラフランス好きな人はぜひ飲んでみてください。ではちょっと料理に取り掛かろうと思います。はい、まずですね、とりあえずここにでっかい鍋がありますんで、ちなみにランタンと比べるとこんな感じでございます。とりあえずこれをね、火の上に乗せていこうかな。とりあえず乗せちゃうよ。よいしょ、暗。というわけでほぼほぼ埋まる感じでございます。大迫力でございます。まだ全然温まってないので、これが温まったらオリーブオイルを入れていきたいと思います。しばしお待ちを。さっき箱にですね、説明が裏に書いてあったんですけども、それを僕誤って燃やしちゃったんです。なんかフランス語だったし、なんかよくわかんないと思って、英語ならまだ読めるんですけど、フランス語だったんで読めないと思ったんですけど、さっきフライパンの下から出てきた白いこの紙の裏にですね、なんと作り方が日本語で書いてありました。高い位置にランタンがないんでうまく映せないんですけど、とりあえずオリーブオイル入れちゃいます。はい、炒めるもん何も持ってきてねえわ。はい、とりあえずですね、何かに使えると思ってシーフードミックスを持ってきておりました。スーパーファインプレーでございます。はい、というわけでオリーブオイルからだんだん煙出てきたので、温まってる証拠だと思いますね。魚介とね、魚介をとりあえず炒めたいと思います。あっ、そうだよね、魚介の汁がすごいよね。魚介をとりあえず炒めます。シーフードミックスです。で、この間にちょっとね、お湯が必要らしいので、お湯も沸かそうかなと思います。というわけでですね、こちらの方でちっちゃな鍋でお湯も沸かし始めました。だいぶね、エビもいい感じになってきたので、ここに米を投入していきたいと思います。はい、米ですね。これが4人前の米らしいです。投入、こんな感じですね。今はこれを混ぜていきます。多分ね、これ油と混ざった方がいいんだよな。魚介は後乗せみたいでした。一回取り上げて後乗せするみたいだったんですけど、まあ良いでしょう。ここにパエリアの素を入れます。これですね、ドライパエリアストック。これを、このドライパエリアストックと水を 1.5 リットル入れます。この風になっております。今これを炒めていきます。水も入れちゃうか、お湯ではないんですけど。
なんとかなるっしょ。強火だし。とりあえず全部いきました。水水分を飛ばしつつ混ぜつつで待ちたいと思います。はい、というわけで徐々に徐々にグツグツいってきました。まだまだちょっとね時間かかるんで、もうしばらく待ちたいと思います。というわけでですね、ちょっと見た目はあんまりあれなんですけども、超巨大パエリアが完成いたしました。ちょっと手順とかはいろいろ守ってないんですけども、美味しいはずなので食べてみたいと思います。はい、というわけでですね、次ましてなかなかね匂いもいい感じです。ではいただきます。うん、うまっ。なんかちょっと味濃いかなと思ったんですけど、ちょうどよくてね、もっとね、もっと魚介を持ってくればよかったなと正直思ってますけども、まああるだけ良かったと思いましょう。マグロうまっ。ぜひね皆さんもハナマサで買って作ってみてください。キャンプで、別にキャンプじゃなくてもいいと思うんですけど。ではまた次の動画でお会いしましょう。